サイコパス上司。投稿者、ジェリーさん。私には理想の上司がいます。常に優しく微笑み、どんな質問にもしっかりと答えてくれます。冗談交じりに部下を鼓舞したり、引っ張って全体を引き締めてくれたりと、とても信頼できる上司でした。ただ、クライアントからどんなお叱りを受けても、どんなに叱責を受けても、常に平然としている点は、さすがに不思議ではありました。ある時に、クライアントから大変横暴な叱責を受けた時に、クライアントが、人間なら反抗して来い、何か言い分があるだろう、と全く引かない状態になり、理想である上司は何度も、反論はありません、お詫びするばかりでした。クライアントが上司の胸ぐらをつかんで、お前みたいなやつは俺の顔を二度と見れないようにしてやる、と激怒したとき、上司は、では僕もあなたが僕の顔を見れないようにしますね、と笑って答えました。クライアントは、こいつ何を言ってるのか、と諦めて帰りましたが、少し日が経ったとき、クライアントが行方不明になったことを知りました。私が上司にクライアントが行方不明になったことを伝えると笑って、僕の言ってることが本当になってしまったね、と言いました。また、ぼそっと、だから言ったのに、とも。上司はいつもと同じく、とても優しい上司です。不思議な路地。投稿者、犬型ロボットさん。これは私が小学生の時に体験した怖い話です。子供の頃の私はなぜか路地が大好きで、外を歩いていて路地を見つけるたび通り抜けて遊んでいました。ある日の放課後、家まで一人で帰っていた時、ふといつもとは違う道を通ってみようと思ったのです。気の向くままに歩いていると、やがて今まで見たことのない路地を見つけました。路地の真正面に立って観察してみると、幅は30センチメートルくらい、奥行きは10メートルはあるかと思うくらい細長い路地です。ランドセルを背負ってるし、なんだか暗くて怖いし、ここはさすがに通り抜けられないなぁと思い、きびすを返そうとしたその時、路地の奥の方で、そこに誰かいるのか、という大人の声が聞こえました。びっくりして思わず、います、と答えると、声の主は嬉しそうに、そうか、いるのか、ちょっとこっちに来てくれないか、と言ってきたのです。私は怖くなり、狭くて入れませんと答えて後ずさると、声の主は急に怒り出し、こっちに来いって言ってるだろう、来い、早く来い、と怒鳴ってきました。あまりの恐怖に体が動かず、冷や汗をだらだら流していると、後ろから、君どうしたの、迷子、と声をかけられました。振り向くと、そこには巡回中らしい警察官の方がいて、不思議そうに私を見ています。私は、この路地の奥に誰かいたみたいで、と言って路地を指さそうとして固まりました。そこにあったはずの路地が消えていたのです。警察官の方は、路地？そんなのないけど、この辺は街灯も少ないし、暗くなると危ないから早く帰りなさい。道に迷ったならお家まで送っていこうか、と言って不審そうに私を見ます。混乱しながら、大丈夫です、と言い、私は逃げるようにその場から立ち去りました。翌日、
勇気を出してもう一度あの路地のあったところまで行ってみたのです。しかしそこにはやはり路地などありませんでした。あれは一体何だったのでしょうか。あの声に言われるがまま路地に入っていたら、私はどうなっていたのでしょう。生きる希望をくれた傘。投稿者、今井真理さん。私は高校に入学してすぐに苛烈ないじめを受けるようになった。最終的には友達だったはずの男子生徒から暴力を受けて自主退学するしかない状況に追い込まれてしまった。それでもすぐには退学が認められず、登校しなくてはいけなかった。正直なところ、今日こそは死のうと思いながら無理やり登下校をしていた。そんな6月のある日、夕方から雨が降ったことがあった。私はあいにく傘を持っておらず、傘を貸してくれるような人も、もう学校には誰一人いなかった。傘を買うお金すらなく、雨に濡れて帰っていると、自然と涙が出てきた。ずぶ濡れの私を、通りかかる人は変な目で見ていた。もう、このまま死んでしまってもいい。そうとさえ思った。大丈夫？まだ若いんだから、雨に濡れちゃダメよ。すると最寄り駅から自宅に帰る途中、そう言って傘を差し出してくれた人がいた。おばさんというよりは、おばあさんに近いぐらいの年齢の女性だった。私は人の行為が受け入れられなくなっていたので、それすらも無視していこうとした。ところが、おばあさんは私の失礼な態度にもかかわらず、私を傘に入れて一緒に歩いてくれたのだ。私にも辛い時があったから、負けないで、この傘はあげるから。そんなことを言って、その人は自宅らしき家に入っていった。入るところまでははっきりと見えなかった。私はそのことが生きる希望となり、じきに無事高校も退学できた。落ち着いてから記憶を頼りにおばあさんの家に借りた傘と菓子折りを持って訪ねに行った。緊張しながらチャイムを押すと、おばあさんにそっくりだが、なんとなく違う人が出てきた。雨の日の一件を話したが、相手は機嫌そうな顔をしている。どうも娘さんのようだった。この傘は確かに母の傘だ、と言って娘さんは泣き出してしまった。私は訳がわからないままもらい泣きした。お母様にお礼が言いたいのですが、どちらにいらっしゃいますか？私にもわからないの。娘さんは不可解なことを言う。母は認知症で徘徊するようになってから行方不明になったの。もう数十年は経つから生きているとは思えないのだけれど、私も会えるものなら会いたいわ。私は絶句し、そういえば近くの電柱に行方不明者を探していますというボロボロのポスターが貼ってあったなと思った。その行方不明者は確かにあの時のおばあさんだった。山で私になりすます声。投稿者、しんしんさん。我が家は山菜を取って販売をしています。普段は父、母、私の三人で山に入るのですが、あの日は父の体調が悪く、私と母の二人で旬であるヒメタケ、タケノコを取るために山に入りました。我が家ではお互いの距離が離れすぎない、
お互いの声が届く範囲にいるという決まりがありました。理由は簡単で、遭難しないためです。ニュースなどで報じられている以上に、山菜採り中の遭難事故は多く、我が家では本当に気をつけていました。母と二人で山に入ってすぐのことでした。お互い定期的に、おーいと呼ぶ声がだんだん遠くなっていくのです。なので私は、あまり遠くに行くなぁ、と母に叫びましたが、ついに母の声は聞こえなくなりました。この時私は、母の方が山に慣れているから大丈夫か、と勝手に思い込み、タケノコを取っていました。しかし、数時間経っても母親の声は聞こえてきません。心配になってきたので、母の携帯電話に電話をしたのですが、圏外でした。普段入っているところは、山の中でも圏外にならないところなので、余計に心配になり、タケノコ取りをやめて母を探すことにしました。その後、何時間も探しましたが、母は見つからず、警察に連絡しようとした時でした。見知らぬ車が山道を走ってきて、その助手席には母の姿がありました。私は急いでその車に駆け寄ると、母はその車の運転手に深々と頭を下げお礼を言っていました。すると車の運転手は私に、お母さん、大事に至らなくてよかったね、というのです。母と運転手の二人に話を聞くと、母は一山越えて、反対側の山道に出たところをこの運転手に発見されたそうです。いくら山に慣れた母でも、足はガクガクでした。私も運転手にお礼を言って、母を念のため病院に連れて行くことにしました。その道中に聞いた話なのですが、私は母に、なんで声が聞こえなくなるほど遠くに行ったの？と言うと母は、ずっとお前の声がした、と言うのです。そしてその声は母に、こっちにいっぱいあるぞ。今の季節に珍しい餃子ニンニクもあるぞ、と話しかけてきたそうです。実際に声の方に行くと、本当にたくさんのタケノコと季節外れの餃子ニンニクがたくさんなっていたそうです。母は見つけた山菜を取りながら、私、かっこ声の主に、お前もこっちに来て取れ、と声をかけても返事がなかったそうです。しかし、山菜を取っている時にかすかに、ふふっと笑う男の声が聞こえ、母は直感的に、この笑い方は息子じゃないと思ったそうです。すると突然怖くなり、山中をさまよい、遭難してしまったそうです。私たちが入っている山は、毎年のように遭難者が出て、死者が出ている山なので、多分ですが、母は引き込まれそうになったのかもしれません。憶測ですが、この山で遭難者が多い理由は、幽霊が声真似で奥地まで誘い込んでいるからではないでしょうか。おつぼねの復讐。投稿者、徳之進さん。前の職場で仲が良かった S から突然 LINE が来た。私も辞めました。俺が辞めた後、1年ほどして退職したという。同じバックオフィス組として仲が良かったことから、焼肉でもと誘った時に聞いた話である。俺がいた部署は、総務、経理、人事がひとまとめになった統括管理部という部署で、そこに Y というおつぼねがいた。会社が設立された時からの社員のため、それはもうでかい顔をしていた。部署長の A は、専務兼部長という肩書きで、
社内ではナンバー3という立ち位置、何かと Y を重宝していた。 A は既婚で Y は独身、あまりの親密ぶりから不倫関係にあるのではないかと社内でも噂されるほどだった。そんな後ろ盾もあり、 Y の絶対君主ぶりはそれはもう目を見張るばかりで、他部署の別のおつぼねはおろか、役員ですら逆らうことなどをもってのほかであった。とにかく引っかき回すのが好きだった Y は、あることないことを言いふらし、常に誰かと誰かを対立させる。散々引っかき回した後、飽きた頃に自分が何食わぬ顔で仲裁を買って出て、ほら、私のおかげで解決したでしょ、とドヤ顔で争いを収めていくのだ。自分も散々そんな騒動に巻き込まれ、挙句 A に目をつけられて退職する羽目になったが、まあ転職先に恵まれたこともあって、ある意味 Y には感謝している。俺が辞めた後もそんなことが続いていたが、会社が大手に買収されることになった。社長に後継者がいないことから会社を売ることになったそうだ。買収先から新しい社長がやってきて、前社長は退任することになった。 A は自分が後釜になれると思っていたところに新しい社長が来たものだから、逃げるように辞めていったそうだ。残された Y は後ろ盾を失い、これまで散々好き勝手やってきたところに新しい社長と新しい部署長がやってきたものだから、借りてきた猫のようにおとなしくなった。しかも社歴が長いだけで仕事ができるわけではなかったこともあり、今までは A がかばい立てしていたところも新しい部署長から叱責されるという日々を送る羽目になった。そんな Y にもちろん誰も助け船を出さなかった。職場では孤立していき、ゴマを吸っていた連中ですら Y を拒絶し始めた。自分が今までしてきたように、社内では Y が A に捨てられたとか、会社の金を横領していたとか、いろんな噂が飛び交った。もともと老け顔だった Y は、みるみる老婆のようになっていき、ぶつぶつと独り言を話すようになったそうだ。その変わりっぷりに S は、ホラー映画みたいでした、と形容していた。新体制になってから半年、ついに Y が退職することになった。今まで被害に遭ってきた面々からのねぎらいの言葉すらなかった。そんなしらけた社内で Y は、今までお世話になりました、と一言だけつぶやいて、菓子折りを置いて会社から去った。毒でも入ってるんじゃね？営業の優が、冗談交じりに言いながら菓子折りを開けると、地元で有名などら焼きの詰め合わせ。さすがに大丈夫っすよね。 Y が去った歓喜に包まれた一同はワイワイとお茶を入れてそれを配った。毒でもと言い出した優が真っ先にどら焼きを頬張った。社内一のお調子者らしくお決まりの声を上げた。からのうまいか毒が入ってたの二択かと誰もが笑っていたという。しかし、うえー髪の毛が入ってると、口から長い髪の毛を気持ち悪そうに吐き出した。その場にいたすべてのものの顔色が青ざめたという。一人、また一人どら焼きを箱に戻していくと、営業事務の K が箱の裏に手紙が添えられてあることに気づいた。その文面には、今までお世話になりました。毒は入っておりませんので、美味しく召し上がってくださいませ、と赤文字で書かれていた。一度、その文面に恐怖した瞬間、ギャッと、誰かが叫び声を上げた。退社したはずの Y が入り口のドアからこちらを伺っていた。それも満足そうな笑みを浮かべて。
その後も Y が駐車場で目撃されたり、会社の前に立っている姿がたびたび目撃された。私も駐車場でにやついて立っていたのを目撃しました。何かされそうで、本当に気持ち悪くて怖かったですよ。男性社員が注意しようと近づくと逃げていく。そのうちぱったりと姿を見せなくなったが、逆にそれが不気味でしょうがなかったと S は語っていた。人間観察が趣味の友達。投稿者、犬型ロボットさん。友達にちょっと変わった趣味を持つ子がいました。その子の趣味とは、街中でぼんやりと立って道行く人を観察するというもの。初めて聞いた時は、見られている人はいい気しないからやめた方がいいと止めたんです。でも友達は、ずっと見つめてるわけじゃないし、不審者にならないように気をつけてるから大丈夫だよと言って聞いてくれません。私は内心、いつか事件に巻き込まれるんじゃないかと心配していたのですが、その心配が現実のものとなってしまったのです。ある日の夜、友達から電話がかかってきました。通話に出るととても怯えた様子で、しきりに、見てはいけないものを見てしまった、すぐに目をそらせばよかった、そしたらこんなことにならなかったのにと繰り返していました。どうしたの、何があったのと聞いても要領を得ません。そのうちプツッと通話が切れてしまったのです。それから2週間後、共通の友達から、あの子、過去、変わった趣味を持つ友達のことと、最近あった、今日〇〇駅で見かけたから声かけたんだけど、ぼんやりとしてこっちを見ないし何か変だったと電話がありました。共通の友達が言うには、変わった趣味を持つ友達に何度声をかけても返事を返さず、ずっと往来を眺めているだけだったそうです。しかも何日も家に帰ってないような、あまり清潔ではない見た目をしていたのだとか。私は、電話でおかしなことを言ってたのは覚えてるけど、どうしたんだろうねとしか言えませんでした。そんなことがあって1ヶ月後、変わった趣味を持つ友達から久しぶりに電話がありました。また変なことを言うのかと身構えていたのですが、言動は普通でした。何が起きていたのか聞くと、深くため息をついた後、いつもみたいに人間観察をしていたら、背中にたくさんの女の人を背負った男の人を見かけて、じっと見ていたら背中の女の人たちと目が合って、そこから記憶がないのと話してくれました。気づいたら実家にいて、親御さんからボロボロの格好で街をさまよっていたところを警察に保護されたと聞いたそうです。その子が見たのはきっと幽霊とか怨霊といった類のものでしょう。取り憑かれて意識を失っていたのだと思います。友達はすっかり人間観察の趣味をやめ、極力外出しなくなりました。強い女。投稿者、道しるべさん。私の知り合いにはとても強い女性がいます。身長は170センチ以上あり、学生時代は柔道の全国大会に出場するレベルの実績を上げるも、推薦などはすべて断り、独学で難関大学に合格し、社会人となってからも20代のうちに社内で唯一の女性管理職となるなど、まさに文武両道を絵に描いたような女性です。そんな彼女も人生で一度だけ
とても怖い体験をしたことがあるそうです。それは彼女が今の会社に勤め始めてから数年後。ようやくある程度の貯蓄ができたので、ワンランク上のマンションへと引っ越した時の出来事でした。彼女が引っ越したのは、オートロック付きのマンションの7階で、立地やセキュリティなどは申し分ないのですが、部屋の形状の問題なのか、エアコンが効きにくいという欠点があったそうです。なので、夏場は窓を開けたまま生活してしまうことが多かったそうなのですが、その日はうっかり窓を閉めずに出勤してしまったらしいのです。オートロックであることに加えて、7階でもあったので、多少防犯意識が希薄になっていたのかもしれませんね。窓が開けっぱなしなことなどをすっかり忘れた状態で帰宅した彼女が部屋に入ると、そこには窓枠から侵入しようとしている人影が目に入りました。思わず大声を上げると、侵入者はそれに驚いたのか、足を滑らせて窓の外へ転落してしまったそうです。彼女は慌てて警察と救急車を呼びました。7階ですから、当然助からず、侵入者は即死だったそうで、結局その人物がどんな目的で彼女の部屋へ侵入しようとしていたのか、物取りなのか性的暴行目的だったのかも謎のままでした。当然一度も面識のない人物だったそうです。バリバリのキャリアウーマンで男勝りな彼女もさすがにこの事件は答えたらしく、しばらく休暇をもらって再び引っ越したとのことでした。職場や周囲の人たちはしばらく気を使って腫れ物に触るような扱いをしていたそうですが、非常に今まで通り、いやむしろ今まで以上にエネルギッシュに仕事をする彼女を見て誰もがこう思ったそうです。ああやっぱり強い女性なんだと。ここからは私だけが知っている真実をお話しします。上に書いた話はあくまで警察に彼女自身が話したことです。当然誰もそれを疑うことなどはなく、それがこの事件の真相として記録されています。でも本当は違うのです。他ならぬ彼女自身から聞いたのだから間違いありません。とは言っても事実と異なる部分は一箇所のみです。足を滑らせて、ここだけです。彼女は侵入者を発見した瞬間、悲鳴など上げずに猛然と駆け寄って蹴りを入れたのです。今まさに窓から侵入しようとしていた不審者はひとたまりもなく転落していきました。侵入者は彼女に突き落とされていたのです。相手は一人暮らしの女性宅に侵入しようとしていた不審者ですから、突き落としても正当防衛と言えなくもないでしょう。いや、それでも過剰防衛と言われてしまうかもしれないから、警察に嘘を言ってしまった彼女の気持ちもわからなくはありません。私は必死で彼女の告白を受け入れようとしました。仕方のないことだと自分に言い聞かせるようにつぶやきました。そんな私の感情を見透かすように、彼女はこう言い放ちました。私、絶対このチャンスを逃がしたくなかったの。だって、もう二度とないかもしれないんだよ。人を殺しても罪に問われない状況なんて。幽霊屋敷。投稿者、君なんやねんさん。僕の家の隣にあったいわゆる幽霊屋敷が取り壊された。幽霊屋敷といっても廃墟になりかけているただの2階建ての一軒家だった。その幽霊屋敷の2階が2階の僕の部屋のちょうど正面にあって、なんとなく気味が悪かった。だからよほど暑い日はカーテンを開けて
薄いカーテンを、そうでない日は厚めのカーテンを閉めて、できるだけそっちを見ないようにしていた。幽霊屋敷は10年ほど前からもう誰も住んでいなかったはずだが、誰かに見られているような気がして気持ちが悪かったからだ。そこに時々やからが入り込んでいて、年々落書きが増え、崩壊も進んでいて、いかにも不気味な廃墟といった雰囲気になっていた。しかし、取り壊されたとなると寂しく感じるもので、ストリートビューで見ることにした。早速画面を見ると、僕の家と幽霊屋敷がしっかりと映っていた。画面をマウスでドラッグすると、微妙に画面の角度を変えて見ることができる。幽霊屋敷の正面からの画像はなかったものの、いろいろ角度を変えると、少し斜めからの画像で見ることができた。その角度だと、壁や窓の中も見えるから逆にちょうどよかった。画面の左上を見ると、撮影された年代を遡れるという操作ができるのに気がついた。年々崩壊が進んでいたはずだから、早速その様子を見ることにした。画像は数年おきに撮影されていて、一番古いのは8年ほど前の画像だった。この頃にはすでに誰も住んでいなくて、その時点ではただの空き家といった風情だった。数年おきに見ていくと、確かに次第に落書きが増えていき、窓ガラスも割れ、崩壊が進んでいく様子が興味深かった。ここで僕は気がついたことがあった。どの年代の画像を見ても、幽霊屋敷の2階の部屋の窓に、縦が30ほどある楕円形の何か白いものが見えたのだ。最初は光の反射とか、窓際に何か飾り物でも置いてあるのだろうと思っていた。しかし、年代によって天気や太陽の日差しの角度も違うし、窓ガラスが割れているから、飾り物なら風で倒れていてもおかしくなかった。それが何か確認したくなって、何か白いものを拡大してみた。それは僕の部屋を覗いている女の白い顔だった。ある一家が深夜に外国人に拉致された話。投稿者、道しるべさん。はじめにお断りしておきます。これは怖い話ではありません。むしろ笑い話として私の鉄板ネタになっている出来事です。ただ、目撃された方にとっては、心底恐ろしい思いをさせてしまったかもしれないので、あえて怖い話として投稿させていただきました。数年前の深夜1時過ぎくらいだったでしょうか。突然我が家のインターホンが鳴り響きました。たまたま遅くまで仕事を片付けていた私は、不審に思いながらモニターを覗くと、そこには見慣れない外国人の女性が立っていました。どちら様でしょうか?と警戒しながら尋ねると、相手は片言の日本語でこう話してきました。私、〇〇の娘です。その名前を聞いて私は思わず声を上げました。その〇〇という人物は私たち一家にとってとても感慨深い名前だったのです。時を遡ること20数年前、私の両親は飲食店を営んでいました。その〇〇さんは、そこの料理人として長年働いてくれていた人物だったのです。〇〇さんは、某国からの不法入国者でしたが、料理人としてのスキルは完璧で、お世辞にも高級とは言えないうちの店でも熱心に働く、とても真面目な人物でした。そんな彼の人柄を信用していた私の両親は、本当はいけないことであると知りつつも、彼のために
自分の名義でマンションを借りて、彼や彼の仲間たちの生活の場を用意していたりしました。ところがある時、彼は街中で職質をかけられて、不法入国者であることがバレてしまい、入管に拉致されてしまったのです。そこでかなり厳しい取り調べを受けながらも、彼は仲間たちのことや、私の両親に部屋を用意してもらったことなどは一切話さずに、黙秘を貫いたまま、本国へ強制送還されていきました。そのおかげで私たちは何一つ咎めを受けることはなかったのですが、メインの料理人を失った代償は大きく、店はしばらくして閉店することになりました。彼が強制送還されてしばらくは手紙などが届いていたのですが、いつの間にかその頼りもなくなってしまいました。その後、彼の仲間だった人から聞いたところによると、どうやら彼の故郷は大きな天災に見舞われ、彼とも連絡が取れなくなってしまったとのことです。その人が言うには、おそらくは生きていないだろうということでした。なので私たちの中では、彼は亡くなったものとしていたのですが、彼の娘を名乗る女性から衝撃的な事実を知らされました。なんと彼は生きていたのです。故郷で天災に巻き込まれたことまでは事実でした。しかし彼はその天災を利用して一計を案じていたのでした。彼はなんと災害で自分を死んだことにして再び国外へ脱出していたのです。一度不法入国で強制送還された身ではもう正規のルートで海外へ出ることはかなわない。しかし、どうしてももう一度日本へ行きたかった彼は、大きな災害のごたごたに乗じて国を脱出したのです。そして向かった先はアメリカでした。彼はアメリカで難民として市民権を得てから、いずれまた日本に向かおうという計画を立てていたのです。彼はアメリカで必死に働き、とうとう難民申請をパスしてアメリカ国民となりました。そこで結婚をし、子供を設けましたが、今度は子育てに必死になって、なかなか日本へ渡る目処が立たず、気がつけばもういい年になっていました。そんな彼のために、娘は日本へ留学する決意をしたそうです。彼女は必死に勉強しながら、父に日本語を習い、この度ようやく日本へ留学することができた。真っ先に我々家族にそれを知らせたかったから、こんな夜中になってしまったと語ってくれました。私は話を聞いているうちに涙が止まらなくなり、矢も盾もたまらず、近くに住んでいる両親を叩き起こし、彼女に引き合わせました。両親も大泣きしながら手を取り合い、よく来てくれた、本当によかった、とみんなで彼女と抱き合いました。そして彼女はかつての彼の仲間だった人物のもとにホームステイをしているとのことでした。実はその人物にここまで送ってもらったのだと。もちろんその人物にも面識があったので礼を言いに行くと、せっかくだからこのまま我々の家に来てくれないかと誘われました。もう遅い時間だけど再会を祝して飲み明かそうと。我々家族はそのまま彼の家に乗り込み、お宅へお邪魔することになりました。翌朝、どんちゃん騒ぎから家に戻った我々は、信じられない光景を目撃することになりました。我が家の前に何台ものパトカーが止まり、家の前にたくさんの警察官が集まっていたのです。何事かと思い彼らの前に詰め寄ると、警察官の一人がこう叫びました。戻られました。大丈夫ですか？お怪我はありませんか？全く状況を飲み込めなかった我々は、ポカンとしてしまいました。え？空き巣でも入った？火事でもあった？などと考えていると、警官の一人が状況を説明してくれました。どうやら夜中に交通法があったようです。隣の家の一家が、
夜中に外国人らしき相手と大声で揉めていた。そしてそのまま車で拉致されていった、と。ようやく状況を理解した我々は、恥ずかしさで顔を真っ赤にしながら訳を説明しました。その時の警察官の、はぁ？といった表情が今でも忘れられません。警察には事情を説明し、お引き取りいただき、ご近所さんには一軒一軒取材に出向くことになりました。昨日はまるで自分たちが映画の主人公になったような気分だったのですが、現実はあくまで現実なのだと反省しきりです。近所の一家が謎の外国人に拉致される瞬間を目撃してしまったら、さぞ恐ろしかったことでしょうね。